アカデミック、ライティングとは、論文やレポートといった学術的文章の書き方、または書く行為を指す。直訳すれば、学術的に書くこと。英語圏では、スカラリーライティングとも言う。アカデミックライティングの手法は、論文やレポートだけでなく、学術書、学会発表、ポスター発表、スライド発表などにも適用される。また、企業や研究所における調査報告や、 プレゼンテーションなど様々な場面で応用される。学問分野や使用言語によってルールや監修が異なる場合もある。日本では主に大学の発年時教育や卒論指導で教えられる。また、留学生に対する日本語教育でも教えられる。また、ライティングセンターに所属するチューターが大学図書館などで講座を開いたり、大学のウェブサイト上に、 マニュアルが公開されることもある。市販の教科書も無数にある。Wikipedia の記事の書き方もアカデミックライティングの要素を部分的に持つ。しかしながら、山田春道によれば、アカデミズムが独創性、選手性を重んじるのに対して、Wikipedia は独創性、選手性をむしろ忌避しており、それゆえ両者が目指す方向は正反対だとされる。 AB カサギ2019アカデミックライティング入門レポートの書き方大阪府立大学 P62021 年4月23日閲覧会員の出版物アカデミックジャパニーズグループ研究会 ACADEMYCJAPANESE.jp2020 年10月18日閲覧アカデミックライティングセンター 青山学院大学。2020年10月18日閲覧。ライティングセンター広島大学。www.hiroshima-u.ac.jp。広島大学。2020年10月18日閲覧。山田、春道、wikipedia アとアカデミズムの間、人文自然科学論集、東京経済大学人文自然科学研究会。 2011年10月20日、61から62ページ、一瞬0495から8012。ありがとうございます。